横浜 DeNA、藤田の引退セレモニーの試合が。本日、藤田引退セレモニーだが、終盤まで温存する三浦監督。藤田すまねえな。こりゃ今日は無理だ。藤田の立場。藤田かわいそうだろこれ。藤田使う場面ないぞ。まだ藤田出さないってことは、9回まで我慢するのか。いいとこで代打で使いたいのはわかるけど、藤田だからこそ1イニングでもいいから守備が見たい。早く藤田使っちゃえよ。まさか最後の打者にしてヘッスラさせるのか。藤田は一死満塁の場面でゲッツーを打ってほしい。炎上で敗戦濃厚になる横浜。なんだこれ。クソみたいな試合で草も生えないな。びっくりするほどベイスターズ。試合壊れちゃった。あ、元から壊れてるか。暗黒期を生きた藤田の引退試合にふさわしい試合だな。ダメだこりゃ。ボッコボコ。走者一掃って。藤田、横浜らしい試合でセレモニーできて幸せです。藤田、慣れ親しんだベースボールが見られてよかった。藤田の8点ホームランがまだ残ってるわ。9回表、途中から守備でやっと登場する藤田。やっとかよ。ここで出すのか。なら貝頭からいけよ。また中途半端な場面で。ショートかよ。大丈夫なんか。石川に奪われたショート藤田来た。ボール飛んでこい。守備機会は見られず。その裏、一死一塁で打席が回ってくる藤田。ゲッツーチャンス来てしまった。ゲッツーシチュエーション。去年を思い出せ藤田。ヘッスラ来い。ライトフライ、ヘッスラは見られず。せっかくど真ん中ストレートなのに。藤田打つ。お疲れさん。お疲れ藤田。そこはダブルプレイヘッスラだろ。わかってないな。引退打席ではないからな。まだ4試合出てくるだろう。CS も。